そして清風高校の18歳渥美和美の鉄棒の演技です。インターハイでは個人8位に入った渥美の演技、伸身のトカチェフ、はい、少し、肘が、その後の車輪で曲がってしまいました。非常に細かいところまでその減点の対象になってきますね。そうですね、今は特にその難度を計算する D 審判、そして減点を計算する E 審判と分かれて分量制になっていますので、はい、特にその減点項目だけを見ているということで非常にシビアになっています。はい、根本監督は今後の自分に向けたステップアップの大会にさせたいというふうに話をしていました。やはり高校生ですから今後も楽しみですね。そうですね、やはり高校生がこういった大会に出る機会というのはこれまで少なかったですから、はい、特にこの633という経験はほとんどの その高校生したことないので、はい、彼らが